はい、こんにちは、いとっチャンネルです。7月10日水曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、暑い日がねめちゃめちゃ続いておりますけど、灼熱みたいな感じですけどね。まあね、これから夏本番という感じなんですけど、しばらくはねちょっとまた雨降るらしいんでね、そこで一旦クールダウンしながらね、蒸し暑さをね感じていただければななんて思うんですけれども、最近ね僕ね話変わるんですけど、100均行ったんですよ。100円均一ね、ダイソーさん行ったんですけれども、もう名前出しちゃうとね。で、そこでね、1000円分ぐらいね、ちょっといろいろ買ったんですよ。海外の変換プラグとかね。あとは、そうですね、タコ足配線のね、まあいろいろゲーム関係やってるとそういうの買って、だいたい1000円分買ったんですけれども、財布の中見たらね、1万円札入ってたから、ポンって出したんですよね。で、そしたらね、お釣りが9000円来るんですけれども、全部ね、1000円札で。で、そうするとね、店員さんがね、こう、数えるじゃないですか。1、2、3っていう。で、7、8、9って、あ、9枚ありますね、みたいな感じになると思うんですけども。で、僕ね、たまたま並んだレジの店員さんがね、海外の方でどこの国かよくわかんないんだけどね。で、1、2、3って数えてて、何回やってもね、7、8で終わって、あれ ?8 枚しかないみたいな感じで。で、何回、3回ぐらいやってたんです。1、2、3って。で、そのまま、何回やってもね、8枚しかないみたいな感じになって、あれ ?9 枚必要なのよね。1000円札9枚必要ですよね。つって。で、僕もね、ぼそっとね、あれ足りないですよねそれ。って言ったらさ。で、もう一回数え出したんですよね。で、僕もね、それをね、よく聞いたんですよ。そしたらね、1、2、3、4、5、6、ぬ、7、8って言ってますよね。6、ヌー、7、8って言ったんですよね。ヌーって何みたいな。ヌーってなんだよなんて思いながらね、僕もね、心の中で、ね、もう言っちゃったもんね、心の中でね、思ったんですけど、もう、店員さんに、ヌーって何ですかって聞いて。結局ね、ちゃんとね、9枚出てきてたんですけど、6と7の間にヌーっていうね、謎のね、数字の単位が入ってたせいで、それで、どうしても8枚になってたっていうね、話なんですけど、まあ僕もね、これ6の次7だからって僕言ってね、あ、ねね、7、8、9、はい、9枚ありますね、つってお釣りももらってね、帰ってきたんですけど、まあね、海外の人あるあるかもしれないんでね、まあ皆さんもね、そういう状況になるかもしれないんで、海外の店員ね、特にね、多いんで最近ね、海外の店員さんね、はい、数字はねしっかり教えてあげていただければなと思います。はい、で今日はね何をするかというと、こちらがね届いております、民謡の A30 ですね。はい、これがね今ね2つあるんですよ。なんであるのかっていうと、僕がねプライベートでね注文してたやつがこっちで、で、プライベートで注文したやつがね、一回ね、うちの前まで来たんですけども、なんかね、その注文するときにね、僕の部屋番号を入れてなかったとかで、で、電話したんだけど、なんか電話番号もなんか違うとこに繋がったみたいなことを佐川さんは言ってたんですけども、まあその結果ね、どうなったかっていうと、これね、一回戻されたらしいんですよ。一回海外の方まで戻されて、で、それでね、僕も電話して、これ部屋番号こうですんで、みたいな、ちゃんとまた送ってくださいって送ってもらったんですけども、で、もうね、これ二度と届かないかなと思ってたから、バングッドさんのでこっちのちょっと提供やってくんないかと、先にね、こっち届いたらね、先にこれやってくんねえかって来てたんで、じゃあやりますよっていうことで、片方バングッドさんの案件のね、方になります。で、結果ね、どうなったかっていうとね、二個同時に届きました。はい。一回戻って届いたのと、バングッドさんから直で来たのでね、ちょうどね、同時に届きましたんで、今日はね、ちょっと二つの色楽しめるぞと言った感じで、バングッドさんのね、提供ということでね、今日はちょっと報告していきたいなと思います。じゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、ちょっと箱から見ていきたいんですけども、まあ、こんな感じでね、今回届きます。でね、これね、二つ並べて気づいたんですけども、方向を揃えるとね、片方逆じゃねっていうさ、中国あるあるですね。ケース逆じゃねっていうね、これね、当たりがどっちかっていうのもよくわかんない。どっちが正しい位置なの。まあ、僕、これがね、こうやって開けて、ここがね、正しい位置なんじゃないかなと思うんだけど、これね、ほら、ここ逆じゃねってなってるんですよ、これほら。早速、中国あるあるなんですよね。これが正しい方向なのかもしれないしね。どっちも正しい方向なんじゃないかっていうね。それぞれ方向が違うってね。揃えるとこんな感じですね。方向揃えるとこんな感じ。
なかなかね、中国あるあるですよね。もうこの方向性はね、どっちでもいいっていうね、考えなんですよね。こっちも正規な形だし、ね、こうやって開けるタイプも正規だし、下から開けるタイプも正規な位置だよっていうことですよね。はい、という感じでね、箱こんな感じになっております。じゃあね、中身ね、取り出していきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと内容物になります。まずね、本体、ミオですね。ミオ A30 かなの本体になります。まあ、今回はね、やっぱファミコンカラーのやつ欲しいなっていうので、ファミコンカラーのものを注文かけております。で、マニュアルですね。これもね、いつも通り、中国語と英語のね、平均になっております。まあ、どっちもね、まあ、英語の方が読みやすいですかね、我々からするとね。まあ使い方とかソフトの追加の仕方とかいろいろ書いてあります。まあよく読んでください。これはね。はい。で、あとはね、USB Type-C の充電用のケーブルとか、あとはこれもね、ソフトのね、パソコンとつないでソフトのやり取りができるような感じのケーブルと、あとイヤホンジャックがね、今回ないんで、Type-C からね、イヤホンジャック取ってくださいと。いうことで、これのね、付属のものがついております。っていうようなね、こんな感じのセット内容になっております。で、もう一台ね、バングッドさんから提供いただいた方がこちらのね、グレーですかね、グレー色、みたいな感じの、ちょっとネスカラーですかね、海外仕様みたいな感じのネスカラーとなっております。はい。まあ、こんな感じでね、今2台あって、いるという感じになっております。はい、じゃあね、それではね、本体の方しっかり見ていこうかなと思います。まずね、こちらのファミコンカラーの方からなんですけれども、すごくね、ビルドクオリティいいな、ちょっとね、ちょっと若干、やっぱ、アンバーニックさんのやつよりは軽くてね、ちょっとスカスカ感はあるんですけれども、まあ、悪くないかなと思います。で、十字キーがね、ちょっと柔らかめなんですよね、今回。うん。まあなんかよりファミコンに近いぞといった感じの十字キーかなと思います。で、ボタンもね、A、B、X、Y ということで、ファミコン配列になっててね、ボタンも大きめでね、押しやすいです、すごく。うん。で、ちょっと柔らかめのボタンになってますね。うん。ね、なかなかね、いい感じのゴム使ってるかな。まあ、ファミコンのコントローラーに本当に近いぞといった感じです。で、アナログスティックはね、これよくある任天堂スイッチに使われてるものとほぼ一緒です。ホールスイッチではない、ホールスティックではないという感じかなと思います。で、あとはね、スタートボタン、セレクトボタンもカチカチせずに、まあ、こんな感じのね、悪くないかなと。で、ものによってはね、ファミコンイメージするとね、このね、金の部分がね、貼り付けてあるだけのものがあったりするんですけども、これはね、ちゃんとしっかりね、中にちゃんと食い込んでると、食い込んでるっていう表現はあれなんですけど、ちゃんと入ってるぞという感じです。で、スピーカーは1個だけとなってて、まあ、結構ね、持っててコレクションとしてはいいんじゃないのって僕は思いました。で、SD カードね、今回は、僕買ったやつ SD カードなしにしてたんですけど、一応バングッドさんからのやつの SD カード入れてたりとか、あとオリジナルで自分で作ってやったりということでね、これはね、オリジナルのやつじゃないや、カスタムファミウェア入れてます、ここにね、SD カードね。はい、本当は買った時ね、ついてなかったですね。はい。で、あとぐるっと見ていくと、こう上ですね、L1、R1、L2、R2。うん。結構ね、いい感じです、これも。ボタンの押し心地もね、いい感じかなと。で、あと、ここにね、ホームボタンがあって、いつでもホームボタンに戻れるようになってます。で、音量がプラスとマイナスとなってて、ここにね、USB Type-C がついているという感じですね。1個だけですね、Type-C はね。はい。で、こっちが電源という感じで、まあ、ボタンかなりね、シンプルな構造になってます。で、持った感じね、やっぱりね、L2、R2 のね、ここの横並びなんでね、L2、R2 は若干アクセスは良くないかなとは思うんですけども、まあ、普通に、ファミコン遊んでる感覚です。はい。ね、全然普通に遊べるような感じの感覚の、ボタン配置になってていいなと思います。で、同じですね。これもね、ぐるっと見ていきましょう。こんな感じになっております。はい。ちょっとね、液晶がここパコッと凹んでるんで、アンバーニク、まあ、アンバーニクさんも変わんないかな、そんなにね。そんな変わんないかな。うん。凹んでる感じになっております。で、ぐるっと見ていくとこんな感じ。いいよね。かっこいい。で、裏がグレーですね、これも。かっこいいね、これね。なかなかね、このカラーリングもいいなと思います。うん。まあ、金もいいんだけどね。ちょっと最近こういうもの増えてきたからね。逆にちょっとね、見慣れない色買うのもありなんじゃないかなと。で、こっちはね、メタルプレートなんですけど、こっちはプラスチックかな。うん、ここプラスチックになってますね。はい。といった感じになっております。で、サイズ的にはね、アンバーニックさんの RG28XX、ここにあるんですけど、ほぼ一緒ですね、サイズ感はね。
ほら、ほぼ一緒。うん。全く一緒のサイズ感になっておりますね。はい。まあ、液晶のサイズも同じなんで、2.8 インチということで変わんないんで、という感じです。はい。うん。比較してもほぼ一緒のサイズで、液晶の感じがね、やっぱりね、ここ、アンバニックさん、なんていうか好きなタイプですね。アンバニックさんが好きな、ガボッとこう入れている感じなんですけど、こっちはね、ベゼルごと隠しちゃってるっていう感じですね。いうタイプになってて。まあ、どっちがいいかっていうのは好き好みだと思いますけどね。うん、このデザインいいですね、やっぱりね、ミオのね、A30 のね、うん、アナログスティックもいい感じで、ちゃんとね、穴掘って入れてるって言ったところですんでね、うん、いいですね、デザインもいいし、かっこいいかなと思います。はい、といった感じのね、サイズ比較もほぼ一緒という感じになります。はい、じゃあね、ミオ A30 の、基本スペックになります。こちらにね、載せてる通りになります。で、基本的に SOC がね、オールウィナー A33 ということで、まあ僕もね、あまりよく詳しくは知らないんですけれども、どちらかというとね、アンバーニックさんの X28、こちらあるんですけど、X28 よりは劣るチップだと思っていただければなと思います。なので、アンバーニックさんのね、こちらの 2.8 インチの、こちらのゲーム機よりは、今回は劣ると言ったところはね、まあそうなんだけど、まあそんなにね、そこ重要じゃないのかなと思います。レトロゲームがしっかり動けばいいって言ったところでは、まあ今回 PSP もね、しっかり動きますので、まあそれぐらいの感じのチップと思っていただければなと思います。昔ね、結構これタブレットで使われてたんですよね。8インチタイプの、8.4 インチタイプのタブレットとかにね、結構使われてた SOC だったような気がします。気のせいかもしれないですけどね。で、システムは Linux、言語はね、日本語にも対応しているから確認しております。で、RAM が 512MB ですね。で、ROM の方、ストレージについては SD カードに依存となります。で、画面が 2.8 インチの 640×480。で、2.4G の Wi-Fi 対応しております。バッテリーが 2600mAh。まあ、ちょっとね、少なめかな。まあ、小型機なんでね、しょうがないかなと思うんですけど、2600といったところで 3.7V になります。サイズはこんな感じになってて、厚さ 1.5 ミリといったところでね。まあ、そこそこやっぱりちっちゃいんでね、これもね、ほぼほぼあれと同じと思っていただければなと。この厚さもね、こんな感じのね、サイズ感になっておりますんで、まあ、かなり小型かなと思います。で、重さなんですけれども、実はね、アンバーニクさんのやつ 120g ぐらいだったんですけど、結構これで軽いね、なんて、アンバーニクさんの RG28XX はね、軽いね、みたいな感じだったんですけれども、もっと軽い。もっと軽くて、さらに 10g ぐらい軽くて、112g となっておりますんで、かなり携帯性に優れているぞといった感じのスペックになっております。はい、といった感じなんで、かなりね、まあ悪くはないかなと思います。ちょっとバッテリー弱いかななんてちょっと感じますけどね。はい、といった感じです。はい、で、こちらのですね、ミオ A30 なんですけれども、ファームウェアがね、めちゃめちゃあるんですよ。今ね、今パッと調べただけでこれぐらい出てきましたということで、オリジナルファームウェア。これはまあもちろんね、最初から入ってるオリジナルファームウェアなんですけども、あと、ベターザンナッシングっていうね、BTN っていうね、こちらもすでにリリースされてて、今ね、僕導入してるのがこの BTN になります。で、あと、なんていうんですか、スプリウス OS っていうのもリリースになっておりますんで、ちょっとね、ここら辺楽しんでみようかななんて思っております。で、今後なんですけど、オニオン OS も開発中で、ヌーリーもね、開発中といったところで、今後ね、これかなりね、一年皆さん持っといた方がね、いいかなと思います。自分の好きなファームウェア探してね、使いやすくてポケットからポッと取り出して遊ぶっていう、自分のスタイルにね、いろいろできるんじゃないかなと思いますので、これだけね、やっぱね、ファームウェアが開発されてるってことは、やっぱり結構流行ってると、うん、結構可能性があるといった感じの機種だと思いますんで、ぜひね、こういうところ楽しみたいって方はね、ぜひこの機種をおすすめしたいと思っております。はい、じゃあね、ミオ A30 をね、起動させていきたいと思います。ここにね、電源ボタンがありますんで、これを長押しという感じで、そうするとね、ここ青く光ります。光りましたね。これで起動ですね。はい、見よう。ちょっとね、長めですね。長押しになります。はい。で、起動はね、結構早いです。はい。こんな感じ。読み込み中ですけどね。これがね、オリジナルファームウェアになります。まあ、履歴とかコレクションとかね、あとはゲームですね。まあ、こんな感じで、エミュレーターごとにね、まあ、コンソールごとって言った方がいいかな。アーケードとか、ドリームキャスト、ファミコンとかね、ゲームボーイアドバンスとかね、
いろいろ PPSSPB、PSP ですね、これね。なんでここ、エミュレーターメインになってるのかあれですけどね。PSP でいいじゃん、みたいなね。はい。で、あと、ファミコン、スーパーファミコンとかね。シューティングとかね、ワンダースワンとかね。細かくこんな感じで設定されております。任天堂64とか。うん。っていう感じなのと、あと、レトロアーチをね、先に立ち上げて、レトロアーチから起動しようっていうパターンもあります。で、まあ、レトロアーチから立ち上げて遊ぶっていうパターンだと、まあ、アーケード系がね、まあ、CPS、カプコンのね、アーケードシステムとかね、そういうところが入ってたりとか、まあ、先にエミュレーター選択して、ピコドライブ立ち上げるとかね、メガドライブのメガ CD 用のやつですね。とか、こんな感じでね、いろいろね、レトロアーチから立ち上げることもできます。で、プログラムのにはね、それぞれアプリがあって、USB のね、ストレージにしますとかね、コマンダー、フリップクロック、時計ですね、あとレトロアーチ、なんていうのもあったりします。で、設定はね、電源切るのはここから設定から入ります。で、明るさもね、10段階になってて、こんな感じ、もう0になってると真っ暗ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ということで、明るさがね、増せば増すほど電池のね、バッテリー容量も減っていくのが早いと思いますんで、まあ、自分の適した、明るさにしていただければなと思います。で、色もね、細かく、こんな感じで明るさ調整とか、色彩と、コントラストとかね、いじれます。で、まあ、一番最初にやんなきゃいけない言語だったりするんですけど、日本語にもね、ちゃんと対応しております。もうこれ日本語済みです。で、あと、アナログスティックのキャリブレーションとかね、ジョイパッドのテストとかもできるようになってて、ボタンの設定を変えたりとか、で、あとね、Wi-Fi チップ積んでるらしくて、Wi-Fi もね、うまく設定していただければ繋がるようになります。で、音量が20段階、BGM の音量も上げることができます。まあ、10ぐらいにしておきましょうかね。あと、テーマとかね、テーマはね、いろいろありますね。なんか、最初のやつ、エヴァンゲリオンっていうのありますね。かっこいいかもしれない。あ、かっこいい、エヴァンゲリオンかっこいいですね。はい。とかね、こんな感じでオリジナルのね、やつを変えたりっていうこともできますね。うん。自分の好きなようにね、テーマ変えていただいて、いろいろね、入ってますね。テーマはね。うん。いいですね。フロンティアっていうのもあったりとかね。あ、かっこいいですね。とか。まあ、ちょっとフロンティア見やすいですね。はい。まあ、こんな感じで自分の好きなテーマを選んだりとか、CPU の周波数とかも変えれます。デフォルト、何ボルトとかね。まあ、デフォルトにしておきましょう。はい。といった感じですね。いろいろ出荷状態の復元とかね、ハードウェアテスト、ジョイパッドテストなんていうこともできるようになっております。とりあえずこんな感じ。で、遊びたいのはゲームを入れて遊んでいただくという感じかなと思います。はい。で、ゲームの追加なんですけれども、先ほどのね、ここに入ってた SD カードを抜き取って、パソコンに挿すとね、こんな感じで USB ドライブが出ますんで、これダブルクリックするとね、こんな感じになっております。で、非常にわかりやすくて、ROM ですね、ここ。ここにね、クリックすると、それぞれこれもね、いつも通りコンソールごとに並んでおります。ドリームキャストは GC ですね。ファミコンは FC。ゲームボーイは GB、GBA とかね、あとはこんな感じでね、PC エンジンとかね、プレイステーション。で、BIOS がね、別で、プレイステーション BIOS をここに入れるみたいな感じだったりとか、あと PSP とか、スーパーミコンとか、シューティング用のフォルダーがあったりとか、ワンダースワンとかっていう感じで、こんな感じでね、わかりやすくなってますんで、ここにね、各自入れてあげてくださいという感じかなと思います。はい、じゃあね、まずね、一本目から遊んでいきたいと思うんですけれども、抜群ですね。シューティングゲームっていうのはね、こうじゃなくて縦型で遊ぶことができてて、これはね、面白そうだなと思ってて。で、セレクト押すと、コイン追加。でしょ？で、スタート押すとね、こんな感じで始まります。で、面白いのがね、方向キーこっちなんですよ。なかなかない遊び方。こういうね、面白い遊び方ができるようになっております。なんかね、こうやりたかったんだけどね、こうなっちゃいますね。これはこれでちょっと新しいなぁなんて思いますけどね。またね、サウンドも結構いいですね。こんな感じで。こんな感じで。ここでショットボタンってことですね。こんな感じでね、遊べます。面白いね。ね。こんな感じで、シューティングってね、ちょっと早すぎて弾かわせないなーって言うとね、実はこうやって、スローモーションにできます、これ。ここ押すとね、スローモーションになるんだよね。こういうね、面白心。これ処理落ちしてんじゃないですよ。これね、わざとね、処理落ちさせてるっていうかね。これ面白いね。これでいったらね、シューティングも遊びやすいんじゃないかなーなんて思いますけどね。よし、ちょっとね、こんな感じで、抜群の動きね、すごくいいですよ。はい、こんな感じで。いいですね。よしよし。
おうおうおうおお。縦型の青って危ないじゃないですか。縦型でこうやって遊べるのもね、意外にね、この持ち方どうかなと思ったんですけども、慣れるとね、いけます。慣れるといけます、これね。これ面白いね。いい、こんな感じ。いいね。めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ遊びやすい。逆に遊びやすいぐらいだね。で、やばくなるとこうやってね、遅くしてね。で、また元に戻してね、みたいな感じのことができます。で、ちなみにね、こっちの方にもね、ボムボタンここになってて、ここでもいいんです。ここでもいいです、こうやってね。まあ、ここでもいいですけどね。ここでもいいし、ここでもいいし、って言った感じで。おぉ、だいぶ、あれはやれちゃいましたね。で、こうやって、弾多い時はどうするかって言ったら、やっぱ遅くしてね、こうやって、かわしやすくするっていうね。こういう感じで。そうするとね、かわしやすくなるんですよ。ボス戦とかね。よし、おぉ、あれだよ。で、ボムでね、これで蹴散らしたりってこともできます。あ、とりあえずね、ここのボス蹴散らしましょう。よいしょ、よいしょ。おっとっとっと。こんな感じでね、かなりね、面白く、はい、倒しましたね。はい、といった感じで、縦型ゲーム機結構ね、最高ですね。はい、めちゃめちゃ楽しめます。はい、じゃあね、ファミコン動かしていこうかなと思います。戦いの番下ですね。こちら行きたいと思います。いいですね。ファミコンとこのファミコンのあの相性最高ですね。チャララッチャラー。いいですね。よし。ね、しばき倒すっていうね。でね、一応ね、これ毎回動かしてるんですけど、操作性のね、チェックにちょうどいいんですよね。戦いの番下ね。これちょうどいいね。よし。よし。はい、こんな感じで。よし、よし。よし、よし。よし、もうね、慣れてますからね、ここら辺はね。はい、こんな感じでね。で、ここでちょっとね、操作性のね、ここ、横のね、動きとか、下の動きとかね、すごくいいですね。ジャンプいいですね。で、こうやって、ね、普通に左右切り替えても、ジャンプしないっていうかね。やっぱり、ある程度しっかりね、上入れないと、ジャンプしないっていうかね。ほら。うん。ある程度しっかり入れると、斜め上入るんですけど、こうね、ほら、動きがね、すごくいい。うん。いいかなと。うん。すごく操作しやすいかなと思いますね。ほら、斜め上入れたければちゃんと入るっていう感じですね。うん、うん。いいですね。アナログスティックの方も動きはすごくいいかなと思います。ほら。ね。ほら。で、これ連打なんですよ、ここね。で、普通に単独。これ防御ですね。で、連打防御も入りますね。こうやってね。はい。っていった感じでね、操作性はね、かなりいいと思います。よし。これでいきたいと思いますね。しばき倒してきてね。しばき倒してね。こんな感じね。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。倒しましたね。よいしょ。こんな感じでね。じゃあちょっとね、ボスキャラ、ちょっとね、倒していきたいと思います。よし。よし。あ、じゃ、いて。いて。はい、こんな感じでね、しばき倒しましたね。はい、といった感じでね、かなりね、操作性いいかなと思います。はい。ファミコンね、いいですね。相性すごくいいかなと思います。はい。じゃあ続きまして、スーパーファミコンからエリア88になります。はい。行きたいと思います。横スクロールのシューティングですかね。はい。戦闘機レベルアップの速さは俺がナンバーワンだっていうことでね。じゃあ行きたいと思います。チュートリアルですか？チュートリアルっていうかあれですね。ミッションですね、これね。で、装備ね、買うタイプのね。まあ、レベル1で行きましょう。はい。これじゃ、これ、まあ、1000円までしかないんでね。これで、行きましょう。こんな感じですね。いいですね。エリア88、いいですね。こんな感じの、ね、シューティングなんかたまにやりたくなりますよね、こう言ってね。空撃だーっつってね。いいですね。あばばば、下からも攻撃受けるんでね。おー、あばばばば。昔ね、これね、伊東洋華堂にね、デモ機があって、スーパーファミコンの。それをね、めちゃくちゃ遊んでクリアした記憶ありますね。デモ機でクリアするっていうね。面白いんでね、エリア88ね。よしよし。いいですね。あ、下の爆弾ね、エンプティーになっちゃいましたね。下の爆弾ね、無限に使えるもんだと思ったらエンプティーになっちゃいましたね。はい。こんな感じで。いいですね。あ、ばばばば。一応ね、なんでこんな感じの、なんか、マネージメントして、あ、やっぱりデンジャーですね、そろそろね。墜落しそうですね。あ、ばばば、またデンジャーになりましたね。こうやってね、ヒットポイントゲージみたいなのがある系のシューティングはね、ちょっと、あーやばい、墜落しちゃう。よし。来ましたね。ちょっと大型のボスですね。危ない。
はい、っていった感じでね、結構面白いスイッチになっております。はい、じゃあ続きまして、ゲームボーイアドバンス動かしていきたいと思います。まあ、逆転裁判ね、名作ですから、ちょっとこれ動かしていこうかなと思うんですけども、初めての逆転っていうね、これもね、動きもいいですよね。まだね、あ、いいですね。こっからね、アニメーションから始まってね。はぁはぁはぁ、つってね。俺は、つってね。まあ、犯人がね、まずね、こっからね、考える人の像でね、ちょっとね、殺人事件が始まるところからですね。なんで俺がこんな目に、って、ね、捕まりたくねえ、こんなとこ、ことで。もう名作ですよね、逆転裁判はね。もうめちゃめちゃいいですよ。あいつだ、あいつになすりつけてやれ、つってね。あいつがやったことにすればいいんだ、みたいなね。こんな感じでね、ゲームボーイアドバンスもね、かなり相性よくね、動きますんで、ぜひね、こちらで楽しんでいただくといいんじゃないかなと。やっぱりね、これだけ小型機だからね、ゲームボーイアドバンスの相性もすごくいいかなと思います。あ、来ましたね。はい、といった感じですね。はい、じゃあ続きまして、ネオジオからメタルスラッグ2動かしていこうかなと思います。はい、いいですね。まあ、こんな感じで。かなりね、このポケットサイズ感でね、これだけのもの動くっていうのは嬉しいですよね。これかな？あ、これかな？これですね。はい、行きたいと思います。いいですね。これかな？あ、これですね。いいし、いいし。動きいいですね。いいし、気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいですね。いいし。よしよしよし。よし。よし、いいですね。よし。よし、いい感じですね。動きもいいしね。このサイズ感でこの、やっぱネオジオ遊べるのも嬉しいですよね。よし、いいですね。操作性めちゃめちゃいいですね。で、しかもね、アナログスティックのもね、しっかり遊べるんで、スティック派でもね、嬉しいです。これはね。よし。よし、行きましょう。ああ、もう永遠に遊べますね、こんなんでね。時間潰し永遠にできますよ、こんなね。よし、行きましょう。よし。よし、よし、こんな感じで。よし。いやー、いいですね。ちゃんと動きますね。はい、こんな感じで。いいですね。いい感じ。うん。めちゃめちゃ遊びやすい。あ、これ、ラクダの上に乗りましょうね。あ、いいですね。やばいやばい。ああ、やられちゃいましたね。ちょっとね、前に出すぎたっていうのはあるかもしれないですね。よし、また、ラクダ乗りましょう。よし。よし。こんな感じでね、このポケットサイズでね、これだけのもの遊べるってのはやっぱ嬉しいよね。よし、よし。よし。はい。といった感じでね、かなりね、もう永遠に遊べるやつですね。ネオジオのゲームなんかどれも面白いんでね。よし。ああ、ばあばあばあ、やられちゃった。はい。といった感じでね、結構楽しめるかなと思います。はい、じゃあ続きまして PSP ですね。PSP からガンダムシードディスティニー、連邦バサズザフト動かしていきたいと思います。ここら辺がね、結構ね、ギリギリですね、このチップのね。はい。まぁ、ちょっとね、キラヤマトでいきます。これがね、かっこいいんだよね。よくね、このちっちゃい画面でこれだけ動くなと思うんですけどね。いいですね。行きましょう。あ、かっこいい。来ましたね。ちょっとね、若干音飛びしてる部分もあったりしますね。まあ、ちょっとね、動かしていきたいと思います。ほら、いいですね、動きね。で、しかもね、アナログスティックの方もね、ちゃんと動くし、十字キーも動きます、ちゃんとね。どっちがいいかですよね。まあ、好き好んでやって、自分の好みに合わせてね、やっていただければなと思うんですけども。よくまあ、こんなちっちゃいので動くわ。すごいわ。これね、すごい時代がになりましたね、ほんとね。こんなちっちゃいゲーム機でね。しかもこれ、値段安いですからね。よし。1万円しないゲーム機がこんなに動くっていう、すごい時代になりましたね。よし。よし。よし。ああ、いいですね。次、よし。めちゃめちゃ動きいいし、ボタンも押し心地いいですね。柔らかくてね、結構。よし、あー。よし、よし。
よし、よし。よし。よし。はい。よし。ああ、面白い。やばい、やばい、捕まれた。やばい、やばい。まあ、こんな感じで、しっかり動きます。もうね。あの、普通にプレイしてるとね、カメラ気にならずに。こんな感じでね、しっかりね。自分の視点に合わせて動かしちゃうんでね。よし、よし、こんな感じでね、いけますね。おー、なんか撃ってる。よし。このステージはクリアしたいんですけどね。めちゃめちゃ遊びやすいのよ、それにしてもね。はい、クリアしましたね。はい、といった感じで PSP もね、結構動きまーす。はい、で、最後にお値段になります。ミオ A30 なんですけれども、バングッドさんで、いつも通りね、購入できます。で、これね、クーポンコードバングッドさんそれぞれね、発行してもらってて、お値段ね、まあ、本体のみだったら5758円という感じで、自分でファームウェア作れる人はね、本体のみで十分かなと思います。それでもね、5700円。安いですよね。安いし、機能性もいいしね、結構動くしということでね、非常にお買い求めやすい価格になってるかなと思います。で、さらにね、64GB の SD カード付けたとて、プラス500円ぐらいですかね。付けたとて500円ぐらいしかアップにならないといった感じかなと思います。で、さらに 128GB はね、本体のみと比較してもね、1000円ぐらいしか変わんないんですよ。だったらね、もうこれ 128GB 1個付けとけば、かなり持ち運びますんで、まあ僕どれおすすめですかって言うと、やっぱりね、128GB のね、やつを入れて、あといろいろ楽しむっていう遊び方がいいんじゃないかなと。ファムウェア、カスタムファムウェア入れてね、楽しんでみたりっていったところがね、いい遊び方なんじゃないかななんて思っております。非常にね、これいいゲーム機だなとね思っております。いろいろこう遊べるっていうのがね、嬉しいゲーム機だと思いますし、お値段もとにかく安いといった感じかなと思います。非常にね、おすすめできる、そんな感じのゲーム機だと思いますんで、ぜひね、興味持った方、この動画の概要欄にね、それぞれのリンクつけておきます。で、そこからポチッとね行っていただいて、購入とやると、お安く買えますんで、よろしくお願いします。はい、ということで本日はミオ A30 をね、紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。僕のね、感想としてね、すごくいいゲーム機だなぁと、思いました。もうね、ファムウェアもね、遊び放題だし、あのすごい簡単にゲームの出し入れもできるし、アナログスティックアもね、十字キー派もね、安心して遊べる、そんな感じのゲーム機だなぁなんて思っております。ただね、やっぱ若干スペックがね、やっぱりアンバーニックさんの RG28XX シリーズよりは若干劣るんですけども、ドリームキャストメインとかね、PSP メインで遊びたい方は、どちらかというとアンバーニックさんのね、こちらで遊んでいただくのはいいんだけれども、あ、レトロゲームメインで遊ぶんだったらね、これで十分、このね、価格とこれでね、十分だと思いますんで、ぜひね、興味持った方、ご購入検討してみてください。もうね、最高だと思います。もうね、レトロゲーム遊ぶのにはもう最高の環境で、もう外にね、すごい持ち運びたくなるような、そんな感じのゲーム機だなと思いました。はい、ということでね、今日ね、ファーストコンタクトぐらいにしとくんで、あとカスタムファームウェアの入れ方とかはね、またちょっと別の日にやりたいと思っております。そういうとこもね、含めて知りたいって方いましたら、チャンネル登録の方もお待ちしております。あとね、今日の動画役に立ったって方いましたら、グッドボタンお待ちしておりますね。グッグッつってね、お願いします。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。